は、昨日も夜中まで漫画読んでたせいで眠い。うとうと、今日のミーティングはとりあえず聞く方に回って、それとなく相槌打ってやり過ごそう。今月はタマコとアンズの誕生日、昨年以上に盛大な祝いを催したいのだが、何か妙案はないだろうか。去年は何をやったの？タマボーンの大好きなアウトドアでキャンプファイヤーをやったんだよ。去年はアンズからの希望もあって、タマの趣味に寄せたお祝いをしたのよね。となると今年はアンズさんの趣味に寄せた行事を考えるべきではないでしょうか。アンズ先輩の好物といえば妄想！それなら私たちも大活躍できそうだね。待て！確かに妄想はアンズの大好物だが、本当にそれを誕生日祝いにしていいのだろうか。不穏な予感しかしないのは私だけではないはず。そうね。それにタマが喜ぶ姿を見ることがアンズにとっては一番の贈り物になる気がするし。却下ですか？しょんぼり。お二人ともが喜んでくれるような共通の好きなものが見つかればいいのですが。二人の好物といえばやはりみかんかしら。クスノキベタすぎ。提案はもっと検討してからすべきだったわ。あの子たち仲良しだけど共通の好きなものって言われると難しいのよね。それなら加賀城さんにアドバイスをもらってみてはどうかしら。スズメ、ちょっと聞いてるの？決して眠ったと聞いてなかったなんてことはございません。さっきからずっと黙ってたけど、何かいいアイデアはない？アイデア、勇者部部員勢揃いの中、なぜこんな小スズメに名指しで。私も同郷の弥勒さんのおかげで素敵なお祝いをしてもらえたから。そういえばスズメもタマとアンズと同じ愛媛県民だものね。スズメ、珍しくあなたの力が必要とされているのよ。さあ何か提案してちょうだい。愛媛県民が喜ぶものといえばやっぱり。やっぱりみかん。はあ、言うと思った。それにみかんはすでに話題に上がったでしょ。それ以外に何かないの？突然そう言われても。あなた本当に愛媛出身なの？そんなに怖い顔でせかされたら出そうなもんも引っ込んじゃうよ。怖い？なんでもありません。加賀城が恐怖のあまり思考停止に。ごめんなさい。明日までにはスーパーウルトラ大感動な誕生日会のアイデアを考えてきますから、どうか今日のところはお慈悲を。すごいハードル上げていっちゃった。ふう、勢いでつい明日までにすごいサプライズを考えるって言っちゃったけど、みかん以外に二人の共通の趣味なんて思いつかない。あ、校庭にいるのタマコさんだ。二人のことをもっと知るには何はなくとも観察が必要だよね。ちょっと見に行ってこよう。くらえい！タマのスーパーロングシェット！うわぁ！あんな遠くから見事なゴール！さすがタマコさん！昨日山登りに行ったばっかりなのに筋肉痛とかないっすか？当たり前だろ！アウトドアとスポーツで疲れるなんてタマにはありえないことだからな。タマコさんは体を動かすことが大好きなアウトドア派と。メモメモ。あ、向こうの廊下を歩いてるのはアンズちゃん。アンズちゃんの好きなものは何かな。あ、スズメさん、どこに行くんですか？私はちょいとこの辺をブラブラと。それでアンズちゃんは一人で何を？
私は図書館に本を借りに、新しい小説が入荷されたと聞いたので。アンズちゃんは本が好きなんだね。はい。私は玉木先輩みたいに体が丈夫じゃないから室内でゆっくり過ごすことが多くて。そうなんだ。あ、もうすぐ閉館時間だから行きますね。インドア派のアンズちゃんとアウトドア派のタマコさん、今のところ愛媛出身以外に共通点が見えないけど、なんであんなに仲良しになったんだろう。どうしよう、全然わかんない。あ、図書室からアンズちゃんが出てきた。どこに行くのかな。ちょっと尾行してみよう。私も釜玉うどんの賞をください。放課後は別々に過ごしていたのに、いつの間にか合流して2人で夕食か。あれ、あ、スズメじゃないか。こんなところで何してるんだ。タマコさん、いえいえ、私は決して。玉地先輩、そんな質問しなくてもうどんを食べに来たに決まってるじゃない。あ、そっか。そうだよな、うどん屋にうどん以外の用事で来るやつなんているわけないもんな。いや、本当は二人の観察のために来たんだけど、ここは便乗して。そうそう、もちろんうどんを食べに来たんだよ。まさか二人に会えるとは思いもよらなかったな。そうか、じゃあせっかくだから三人で食べよう。そうだね、席を取っておくからスズメさんも注文してきてください。尾行がバレなかった上に一緒に食事まで。よし、二人の好きなことを聞き出しちゃうぞ。じゃあみんなでいただきます。いただきます。それにしても勇者部の人って毎日のようにうどん食べてるよね。そりゃそうだ、タマたちの体は小麦粉でできてると言っても過言ではない。それはちょっと過言だと思うけど、でもうどんを食べてる時間って幸せだもんね。二人とも本当に美味しそうに食べるね。あ、それだ、二人ともありがとう。スズメ、ひらめいちゃいました。タマコとアンズ以外は全員集合したようだな。それではスズメ、始めてくれ。皆さん、今日は私のためにわざわざお集まりくださりありがとうございます。あら、昨日とは別人みたいに威勢がいいわね。いい案を思いついたのかしら。はい、加賀城スズメ、タマコさんとアンズちゃんが喜ぶこと間違いなしのすっごい企画を考えてまいりました。二人の誕生日祝いはズバリ、みんなで流しそうめんをやりましょう。流しそうめんですか。愛媛と何か関係があるのですか。愛媛は流しそうめんをやれる場所も多いから、二人もきっと故郷を思い出して楽しめるはず。そういうのは真夏にやった方が喜ばれるんじゃ。もう9月だもんね。そうめんか、うどんではないのか。そうめんね、そばじゃないのね。あ、まさかの不評。ちょっとあんたたち、せっかくスズメが意見を出してくれたんだからそんな顔しないの。みんなで流しそうめん楽しそうじゃないの。賛成。私も流しそうめんやってみたい。私も賛成です。面白そうだし楽しみです。ゆうなさん、それにいつきちゃんも。よし、それじゃあ今年はスズメの案を採用して流しそうめんでお祝いってことにしちゃいましょう。スズメ、嬉しくないの？あなたのアイデアが採用されたのよ。うん、嬉しいよ。嬉しすぎて感激しまくってるってば。愛媛県民でよかったなんて。どうしよう、思いつきで言っちゃったけど本当に流しそうめんでいいのかな。玉
まこさんとあんずちゃんに本当に喜んでもらえるかすっごい不安になってきた。たまこさんとあんずちゃんが好きかどうか全く確認しないまま採用されちゃったけど、もし流しそうめんなんて好きじゃないとか言われちゃったらどうしよう。よく考えたら流しそうめんって私は昔から大好きだけど、愛媛県民全員が好きかって言われると、はっ、向こうから来るのはたまこさんとあんずちゃん。こうなったらさりげなく確認してみよう。もしそれで嫌いって言われたら違う企画にすり替えちゃえばいいんだもんね。今ならまだ間に合う。おお、スズメ、なんだか最近よく会うな。同じ愛媛県民同士だし、何かの縁で惹かれ合っているのかな。あ、ごめんなさい、さっきまで読んでた小説にそんな展開があったから。なんて都合のいい展開。ありがとう、あんずちゃんの読んでた謎の小説。そうか、そういえば二人も愛媛県民だもんね。二人にとって愛媛ってどんなところ？どうしたんだ突然。しまった、せっかくの都合のいい展開が転がってきたのに自分で台無しに。まあタマにとってとっても大切な愛すべき場所なのは間違いないな。みかんもうまいし、温泉もあるし、それから揚げ鶏だってあるからな。揚げ鶏が唐揚げの原点かもって知った時には私感激しちゃったよ。そうだな、今じゃうどんも大好物だけど揚げ鶏の美味しさも負けてないもんな。あ、そういえば香川のうどんも美味しいけど愛媛にも美味しい麺類があるよね。そうですね、愛媛の麺類の美味しさも香川のうどんに負けてないと思います。よし、誘導尋問大成功。これで流しそうめん大好きっていう証言が取れれば。甘い出汁が特徴の松山のラーメンとか、鍋焼きうどんの出汁も甘くて美味しいよね。それからそれから、まあ他にもいろいろあるけど、食べ物の話してたらお腹空いてきちゃったな。今日も亀屋に寄ってこうか。そうだな、香川に来たからには香川の美味しいものを楽しまなきゃもったいないもんな。ですよね。まずい、流しそうめんはやっぱり違うかも。一刻も早くみんなに伝えに行かなきゃ。スズメさんも一緒に亀屋行きませんか？私は大丈夫。それじゃあこれで。みんな、お誕生日会のことで降りて相談が。で、あれ？何してるの？見ての通り、流しそうめんの準備よ。ほら見て、立派な竹でしょ。商店街でおそうめんの買い出しもしてきましたよ。季節外れなので売っているお店が少なくて苦労しましたが、皆さん分用意できました。そうだったんですね。みんなどうもありがとう。どうしよう、ここまで準備が進んでるのにやめようなんて言えないよ。結局やめようって言い出せないままに当日を迎えてしまった。二人を会場に連れて行く係になれたことだし、今のうちに正直に謝っちゃおうか。それでスズメ、一体タマたちをどこに連れて行ってもらえるんだ？タマチ先輩、せかしちゃダメだよ。それは行ってみてのお楽しみなんですよね。ユーナたちからすっごいサプライズって聞いて、タマたちずっとワクワクしてたんだぞ。高島さん、ひどいよ、そんなにハードル上げちゃうだなんて。どうしよう、逃げ出したい。バーテックスが心の声よ。心の声？なんでもないよ。とにかくこうしちゃいられないよね。誕生日会の前にまずは敵を倒さなきゃ。さあさあみんな樹海へゴー。どうしたスズメ、
珍しくやる気だな。あれ、みんなまだ来てないみたいだな。けどのんびり待ってもいられない状況だよ。ここは3人でできるとこまで食い止めた方が。3人で？いやだ、怖いし無理だよ。あ、でもここでせめてもの罪滅ぼしの気持ちで思いっきり活躍しておけば、後で誕生日会のこと謝った時に許してもらえるかもだよね。よし、こうなったら。わっかりました、加賀城すずめ突撃します。すずめ、一人で突っ込んでったら危ないぞ。無理せず弾の後ろをついてこい。はい。どうしよう、頑張るつもりが逆に足手まといに。メブ、早く来てよ。遅くなってごめんなさい。これで全員合流ね。メブ、よかった、もう会えないかと思ったよ。スズメさん、どうされましたの？いつにも増して大げさですわね。アンズ、タマコ、待たせてすまない。お前たちのお祝いのためにも早急に倒してしまおう。みんなのおかげでバーテックスもちゃっちゃと片付いたし、これでようやく誕生日会だな。そうだね、さっきは足を引っ張っちゃってごめん。気にするな、そんな時だってある。けどスズメ、お前今日はちょっと様子がおかしくなかったか？真っ先に前線に出てくれたり、やる気があるのはいいことですけど、何かあったんですか？それは。あら、ここはどこですの？パーティー会場の近くの道のようね。そうなのか。準備も大体終わりましたし、みんなで歩いて行きましょうか。そうだね。それじゃあお二人ともみんなの先導で会場にレッツゴーしてください。やっぱりちょっと様子がおかしい気が。なんだろうな。うわー、これはびっくり。たまげた、たまは小さい頃から流しそうめんが大好きなんだ。そうなの？よかった。ちなみにアンズちゃんは？私、昔から体が弱くて、こういうアウトドアな食事をする機会があまりなかったから。やっぱり嫌だったか。その逆です、ずっとやってみたかったんです、流しそうめん。よかった、本当に本当によかったよ。ガン。それではこれより、同じく愛媛出身の私、加賀城すずめプレゼンツの流しそうめん大会を始めます。よかった、いつもの元気なすずめさんに戻ったみたいだね。だな、これで心置きなく流しそうめんを楽しめる。それじゃ、レッツ流しそば。流しそば？わあ、そうめんじゃなくてそばが流れてきた。こちらも負けてはいられない。ひなた、準備はできているか？はい、お任せください。行きますよ。あれ、そうめんより太い麺、うどんも流れてきた。ご当地の麺自慢とくれば、せっかさんも負けてはいられませんにゃ。行くよ。ラーメンだ、やった。だしも麺に合わせていろいろ用意したから、好きなものを使ってみてね。はーい、それじゃあ私も準備してきたあれを。おお、みかんが流れてきたぞ。冷たくて美味しい。デザートには
やっぱりみかんだもんね。今回のプロデュース、加賀城さんに頼んで正解だったわね。すずめ、それにみんなもありがとうな。今年も最高に楽しい誕生日になりました。やった、メブ、今の聞いてた？私みんなに褒めてもらったよ。メブ、私やり遂げたよ。よくやったわね、すずめ。お手柄よ。